今水戸に来てます。水戸城跡は文教地区、学校になってるんですね。中学校、高校、幼稚園で、全体が綺麗に整備されてます。今日はこれ撮ってるのは9月18日敬老の日月曜日なんですが、今年はねものすごく暑いんですけど、水戸はね風が少し涼しいんですよね。私群馬内陸日本一暑いところから来てるので、まあ暑いは暑いんですけどね、いくらかこっちの方がいいです。日が陰って風が吹くと結構大丈夫ですね。今日は祝日なんですけど、部活動の学生たちはいるようですね。杉山、こうね、復元だったり元々のものだったりいろいろなんですけど、綺麗に整備されてます。こちらも学校です。でこうやって門がね残ってたりするんですね。坂ですね。杉山坂。あ、日が出てきました。じゃあね、今日はこれからこっちの方、弘道館の方に向かって歩いていきます。